バッドホップの新曲フォーリン、フィート・ドット・イゼラー、アンド・ティジー・ジョジョのミュージックビデオ、が YouTube で公開された。この曲は昨日11月15日に Apple Music と iTunes ストア限定で配信リリースされ、多新作リフトオフの収録曲、アメリカ、 アトランタを拠点とする、ウィージーとターボがプロデュースを担当した、MV は木村太一が監督を務めたもので、ティーパブローは自身のツイッターアカウントで前からビデオ撮ってもらえたか、他監督ですとコメントしている。